はタペ宇宙。どうも、掃除明塾です。はい、ということで本日はですね、ニューキックスの紹介なんですが、先日横浜のアウトレットに行ってきまして、そこで買ってきた一足を紹介したいなと思います。で、今回ですね、買ってきた一足なんですが、僕にしてはですね、ちょっと珍しい一足なんじゃないかなと思います。僕個人的に思ってるだけなので、ご覧いただいている皆様がどう感じるかはちょっとわからないんですが、で、その今回買ってきたのがこちら。で、今回ですね、ラージマンアウトレットで買ってきました。で、その中身なんですが、はい、箱はこちら。こっから見たら真っ白になってるんですかね。近くで見るとこんな感じなんですが、微妙に、あ、見えた、ここですね、3本ラインが見えますよね。今回買ってきたのはこちらのアディダスの一足でございます。箱でですね、中身が何かっていうのはさすがにちょっとわからないと思うんですが、今回はですね、アディダスコンソーシアムの一足でございます。はい、ということでその感じの中身がこちら、アディダスコンソーシアムツインストライク ADV パラレルディメンションパックでございます。はい、ということで今回紹介するのはこちらの一足。こちらはですね、アディダスの最上級の限定ライン、アディダスコンソーシアムから去年の9月21日にリリースされた一足です。で、このモデルなんですが、パラレルワールドからインスパイアされた一足とのことです。アッパーにはクライマクールのメッシュをメインに使い、メタリックシルバーのデザイン、光に反応するリフレクティブ素材、耐久性に優れたスウェードを組み合わせで構築、そしてスポンジの入ったシューター、ヒールなどのタブにはスニーカーネームやアイテムコードをイン、独自のスタイルにマッチした遊び心のある一足となっています。このツインストライクに関してはアディダスコンソーシアムのものなのであんまりないんですが、普通のツインストライクに関してはですね、普通にショップに置いてあるんですが、今までですね、あんまり見てなかったんですよ。で、横浜のアウトレットのラージに行った時にですね、これがあって、あ、かっこいいなと思って、で、ちょっと気になったので手に取ってみると 40% オフと書いていたので買いやすいなと思いまして、で、めちゃくちゃハイテクな一足だなと思って、ただ似合うかなと思って履いてみたらですね、意外とですね、太いパンツでも合うんじゃないかなと思って。で、もともと 40% オフだったんですが、プラスでもう一足買うのと、あとは LINE でですね、ラージを友達追加するとですね、さらに 10% オフになるということで、で、ビビもですね、これが気になっていたみたいで、一緒にこれを買いました。はい、ということで早速いろいろ見ていきましょう。はい、ということで早速履いていきましょう。Breaking down my walls again.
はい、ということでいかがだったでしょうか。で、このちょっとシュータンのメッシュの部分なんですが、オフホワイトとのですねコラボのプレストにもなんか似てないですかね。で、元々入っているインソールもですねメッシュになっているので、夏場でも蒸れにくい一足なんじゃないかなと思います。で、このシューレースなんですが途中だけ青になっていて、結構細かいところまでこだわった一足だなと感じました。で、実際の履き心地なんですが、ボリューム感は結構あるんですけども、結構軽くてですね、この独特のミッドソールもですね結構クッショニングが効いてて結構楽だなと感じました。で、ハイテク感もですねめちゃくちゃあるんですが、プラスでちょっと高級感があるのがいいですよね。まあ、冒頭でもですね話したんですが、ツインストライクに関しては全く見てなかった一足なんですが、ちょっと見る目が変わった一足かなと思います。はい、ということで本日はニューキックスアディダスコンソーシアムツインストライク ADV パラレルディメンションパックでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済み入れない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、ご視聴していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。で、横浜のですねアウトレットに行った時なんですが、まあ、動画をですね見られた方はわかると思うんですけども、初めてですねヘビを首に巻いたんですよ。で、想像以上に結構重たくてですねびっくりしたんですが、なんかね全身がやっぱ筋肉になってるみたいで、それで結構重たいみたいですね。で、ヘビの表面自体もですねヌルヌルしてるっていうイメージがあったんですが、実際そうではなくて結構びっくりしましたね。で、ぜひですねご覧いただいている皆様もですね、横浜のアウトレットに行った際はですねぜひ首に巻いてみてください。で、昨日多分動画がアップされてると思うんですが、小野田マーシーさんとですね初めてコラボさせていただきました。で、カットしていただいたんですけども、いかがですかね。で、ぜひですねご覧いただいている皆様もマーシーさんのですね YouTube チャンネルの登録をよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. Baby 3.26 ADM アクソニオピン Get the air